雲の広し作「異国の王女」日立の海岸に円盤状の船が漂着したその中には異国の王女が閉じ込められていたというこの話は 滝沢馬琴の編集した小説集の中にも出てくるようだ船の絵も残されており UFO 好きにはたまらないだろうそれでは運の野し、小粋な江戸の物語「江戸星月夜」から異国の王女「アメトンボ」の朗読でお楽しみください。 今日は3年のことであった。私は日立に旅して絵になる風景を探していた日立八景という続きの版画を作るのにその下絵の写生旅行をしていたのである山道を下りると麓の村に出た柿の実が赤々と光っているやがて 潮の香りがしてきた。海が近いらしい。松林が続いている。それが切れたところに入り江があった。左手が崖になっていて、その下にえぐられたように深い洞窟が覗いていた。その崖の上に登ると、外海の荒い波がはるかに広がっているが、 眼下の入り江は湖のように静かだった。私は浜辺に降りてみた。そびえている崖とその下の岩の形が面白い。私の絵心が動いた。そこに座ってガチョウを広げ、筆を墨入れに浸した。はじめに細筆でざっと形取りをする。 そして細部を書き込み、陰影をつけていく。筆はぐんぐん走っていき、私は時を忘れてしまった。どのぐらい書き続けただろうか。少し空腹を感じた時、私はすぐそばで誰かがため息をついたのに気づいた。いつの間に人が近づいたのかわからなかった。 横目でチラリと見ると、漁師のような身なりの若者が少し離れた砂浜に腰を下ろし、膝についた両手に顎をうずめて沖をじっと見ていた。まだ来ない。まだ来ない。もう来ない。いや、きっとまた来る。彼はつぶやいていた。 少しおかしいのかもしれないと私は思った。その男が見つめている方を眺めたが、波を敷き詰めた海がどこまでも続いているだけであった。私はまた自分の絵に戻った。穏やかで何事もない海である。だがそれは見かけだけで、このところ海も騒がしくなっていることも、 私は知っていたロシアの船が北方に出没し幕府は慌てて蝦夷地に人を派遣して沿岸の警備を固めたりしていた今年長崎にアメリカの船が入港して通称を求めたそうだ役人たちは大慌てであった蝦夷奉行を設けたり 犬をただたかに関東陸沿岸の測量が命じられたりしている。この辺りの海岸も調査済みなのかもしれない。そう思うと穏やかな何も見えない海の彼方に何か怪しげな影がムラムラとうごめいているかのようであった。それにしてもこの男は何をここで待っているのだろうか。 ただぼんやりと時をつぶしているだけだろうか。私は次第に気になってきた。何か見えるかねと私は聞いてみた。それには答えず、逆に聞き返してきた。あんたも測量の人かねやはり伊能忠敬の一行はこの辺りを通ったようであった。 いや、私は測量型ではない。旅の絵師だよ。違うのか測量の人なら教えてほしかったんだが。何を知りたい丸い船がいつ来るのか丸い船それは何のことだこの前来たんだ。え船がここに来たのか行きねえ。 これは言ってはならなかった。男は不意に黙ってしまった。私は丸い船のことを聞きたいと思ったが、もう何も言おうとしなかった。諦めて私はまた絵に向かい、それに熱中してそばの男のことを忘れた。うまいなあ。いつの間にか男が絵を覗き込んでいた。 何でも書けるのか見たことはあれば。丸い船を書いてくれ。どんなものか言ってくれればねえ。そうだな。丸い蓋付きの湾のような、黄盆のような形だ。長さは三本ほどある。こんな風かもっと平べったい。 二つの皿をぴったり合わせたくらいだ。そこには鉄の板金が筋のように貼ってあって、海底の岩にぶつかっても壊れないようになっている。それから上はガラス障子になっていて、ちゃん、松屋に思って水が入らないようにしている。ガラス窓からすっかり中が見えるんだ。そこに、そこに、 王女様がいるんだ。何だって王女様だよ。若者はそう叫ぶと、わっと泣き出して、わけのわからないことをつぶやいていた。それをなんとかなだめすかして、私は次のような話を聞いたのであった。俺は、 この村の漁師で、迅平という、母と二人きりで暮らしていた。父は海で亡くなり、俺はやっと一人前に働けるようになったばかりであった。自分の船は持っていなかったので、網ごとの船に乗っていた。今年の春のことだった。桜が咲く頃になると、なんとなく浮かれた気分になって、 夜中に目が覚めてしまう。それでまだ薄暗い浜をぶらぶらしていた海は黒くて波の先だけがぼんやり白かったすると丸く光ったものが見えた初めは日が昇ってきたのかと思ったがそうではなかった光るものは海の上をどんどん近づいてくる俺は怖くなった 何かの妖怪かもしれない。だが腰が抜けたようになって動けなかった。そうすると、それは浜まで波に乗って寄ってきた。見ると丸い船のようだ。上半分のガラスがキラキラと輝いている。もっと見たくなって、俺は砂の上を張って近づいていった。 こんな不思議な船は見たことがなかった。ちょうどその頃夜が明けて朝の光が差してきたのでガラス窓からその船の内部をはっきり見ることができた。そこにあの方がいたのだ。天女だと俺は思った。これまでそんな綺麗な女を見たことがなかった。いつか寺の坊さんが見せてくれた 浄土極楽園に出てきた天女のように清らかで白い顔をしていた。その目がこちらを見て笑ったように思えた。琥珀色に瞳が光った。白磁のような肌にかすかに重い色がさしていた。驚いたのは髪の毛であった。眉は赤毛であったが、 髪の毛はほとんど白に近い金色であった。まるで滝の水が朝日を受けて輝いているように白金の髪がキラキラと流れ落ちていた。着ているものは異国風で筒袖であり体にぴったりしていた。彼女はガラスと鉄張りの丸い船の中に座っていた。そして 周りをあちこち眺めまわしていた。呆然と見れているこちらの方を見て何か言ったようであったが、何も聞こえず、赤い唇の動きだけがうっとりさせた。この人は誰なのだろう。この国の女ではない。やはり天女だろうか。それとも竜宮から来た乙姫様であろうか。 どちらにしても、ただ、たった一人でここに流れ着いたのは何か事情があるのだろう。空から来たのか、海から来たのか、わからなかったけれども、俺はただぼんやりして彼女から目を離すことができなかった。彼女も俺をじっと見て、二人はガラス越しに見つめ合っていた。その時、 木が擦れるような音がして、ガラス窓がゆっくりと開き始めた。驚いて後ずさりをすると、窓がすっかり開いて、彼女が立ち上がるのが見えた。白金の紙が長く腰のあたりまで流れ落ちた。細かい刺繍をした着物に胸飾りをしている。彼女はにっこりして何か言った。 こんにちはと言ったのだろう彼女は私を恐れていないことが分かったお姫様何でもお申し付けくださいと俺は言ったもちろん通じなかったろうが気持ちは分かったようで嬉しそうにコクンと首を振った突然俺は彼女がかわいそうでたまらなくなった たった一人でこんなところに流されてきている。なんとかして助けてやらなければ。今彼女を助けてやれるのは俺しかいないのだ。彼女はまた何か言った。意味はわからなかったが、わかるような気がした。俺もいろいろ話した。言葉は全くわからなかったが、 何をしてほしいか分かった。私を助けて、悪い人に追われています。私を助けて、と彼女は言っていたのである。月が昇ってきた。俺ははっとした。もうすぐ村の連中が浜に出てくる。そして彼女を見つけたらどうなるかわからない。みんなで彼女を俺から奪ってしまうだろう。 そんなことはさせない。俺はこの人を守ってやるのだ。急がなければ。俺は丸い船を浜の端の洞窟の方に押していった。そこに隠すつもりだった。彼女は小さく叫んだ。大丈夫だよ。見つからない安全な場所に隠してやるんだ。分かったようである。 洞窟は深く満潮の時に奥まで海水が入っていた奥は少し広くなっていて白い砂を敷き詰めた台地であったのでその端に船を押し上げたどこからか入ってくる外の光で辺りはかなり明るかった船を止めると再びガラス窓が開き彼女が頭を覗かせ 珍しそうに辺りを見回した「ここなら誰も来ない」「待っていてくれ水と食べ物を持ってきてやるから」「俺は飲んだり食べたりする真似をしてみせた」彼女はうなずいた洞窟を出て家に戻ったあのお姫様を俺が世話しているのだと思うと わくわくするような気持ちで飛ぶようだった。こっそりと水と食べ物を運んだ。うれしそうにそれを食べる彼女を見て、俺は生まれて初めて幸せな気分だった。おふくろには夜釣りに行くと言って、夜になると洞窟に出かけた。彼女は船を出て砂浜に座った。 彼女がすぐ目の前にいるのだ。俺はいくら見ても見飽きなかった。とても人間とは思えなかった。彼女は分からない言葉でおしゃべりをした。その声の響きに俺はうっとりした。彼女は俺の知っているどの女とも違っていて、人間とは思えないほどだった。 まるで歌っているような声に誘われて、俺も自分のことを喋った。俺は貧しい漁師で魚を捕ることしか知らない。でも、そんな生活とは全く違った世界があることを、俺はあなたを見て知ることができた。もしかしたら、それが美というものではないだろうか。俺は あなたのいる世界について知りたい。ふわりと白金の髪がかぶさり、彼女が頭を持たせて眠っていた。限りなく愛おしいもの、壊れやすいものを支えているようで、俺は動くのが怖くなり、身ろぎもせずじっと洞窟の闇を見据えていた。かすかな呼吸の動きが 彼女の体から伝わってきて、俺は永遠にこのままこうしていたいと思ったのだった。それから数日間、なんという喜びに包まれていたことだろう。俺は彼女のために生きていた。彼女しか見ていなかったのだ。だが、 こんな小さい村でそんなことがいつまでも知れないわけはなかった。夜になるとこっそり浜に出て行く俺をおふくろが心配し始めた。それだけではない村人も怪しく思い出した。誰かが洞窟の方に俺が忍んで行くのを見ていたのだろう。明け方に 俺がこっそりと家に食べ物を取りに帰ってからしばらくして、浜辺の方で人々が騒ぐ声がした。はっとして飛び出していくと、ああ、丸、ま、い船が浜辺に引きずり出され、村人に囲まれていた。俺は悲鳴を上げて船に飛びついた。ガラス窓はぴったりと閉められ、彼女はその中に座っていた。そして、二尺四方の箱をし りと抱えていたその箱にはよほど大事なものが入っているらしく船を出てきた時も離さないでいた彼女は口をぐっと結んでいたが心配げであった「何をするんだこの船は俺が見つけたんだ」「村長をしている網元が言った」「何だと仁平」 こんなものをお前は隠していて、そのまま住むと思っていたのか。異国の船が流れ着いたとき、役人に知らせなかったら、この村はどんなお咎めえを受けるか知っているのか。俺が暴れるので、ぐるぐる縛られた。船の中の彼女が涙を流しているのが見えた。彼女を守ってやれなかったという思いが、俺を打ちのめした。 村人たちはガラス窓を開けようとしたが彼女は決して心を許さず開けさせようとしなかった彼女と丸い船をどうしたらいいか村人が集まって会議が開かれた村の古老で何でも知っていると言われる神材衛門が呼んでこられた老人はしばらく船を調べていた船のあちこちに 不思議な文字のようなものが書かれていた。この女は何者だろうか、と村長が聞いた。おそらく、と老人が言った。これは万国の王女だろうな。夫がいたが、他の男と密かに通じたので、 その罰としてうつろ舟に乗せられ海に捨てられたのだろう。あの箱にはそのミップの首が入っていると思われる。百年ほど前にも万国の女がうつろ舟に入れられて流されたのが漂着した話が伝えられている。 どこの国だろうかこの服装や紙に白い粉を振っていることから見て、オロシアの女ではないだろうかさて、この女をどうしたらいいだろうかお神に届けなければならないだろうな。よせ、そんなことをしたらかわいそうだ。 と俺は叫んでいたうるさいこいつをあっちに連れて行けそれから俺は両小屋に放り込まれどうなったかわからなかった一晩経って縄を解かれた浜に行ってみるとあの船はどこにも見当たらなかった俺は気が狂ってしまって何日も あちこちこ探し回ったやっと村人から聞き出した話によるとあれから相談が続けられ一時は届けることになったが神左衛門から反対意見が出たもし届けるといろいろ厄介であるというのである役人がやってきてこの村に滞在しあれこれ調べるから仕事にならないしかなり費用がかかるであろう もし大騒ぎになり、すぐに届けなかったことが分かると、迅平がお咎めを受けるだけでなく、村長まで叱られるであろう。それで、こんな時は、また海に戻してやろうということになり、丸い船を沖の方に突き流してやったというのである。 若者の悲しく不思議な物語に打たれて、私はしばらくぼんやりと海を見ていた。目に染みるような青さの中に何か光っているものが見えた。それはどんどん近づいてくる。丸く光る船のようなもの。おい、あれは私は慌てて片腹を振り返る。 しかし、そこには誰もいない。 運の広し小粋な江戸物語シリーズには物語の背景についての解説がついていますとても興味深いので併せてお聞きください鎖国時代徳川幕府は鎖国政策を続けていたが19世紀に入ると日本周辺の海が急速に騒がしくなってきた 北方ではロシア人がエトロフ島に上陸し日本に通称を求め幕府も慌てて蝦夷地を調査しウルップ島に日本領であるという標柱を立てさせた今日は3年にアメリカ船長崎が長崎に来て通称を求め翌年はロシアの施設レザノフが長崎にやってきた。 そのために幕府は必死で沿岸を警戒し、異国の船を即刻打ち払うように命じていた。それでもおそらくしばしば異国の船が漂着し、薪や水を求めたことがあったろう。村人たちはそのことを困難を恐れて役人に報告せずに済ましていた例もあるらしい。鎖国が終わったのは、 安政元年1854年になってからであるうつろの伝説今日は3年日立の海岸にうつろ舟に乗った万国の王女が流れ着いたという話は江戸時代に滝沢馬琴が編んだ「都営に小説」に出てくる。 内部画廊堂の樽のようなうつろ舟に女を閉じ込めて流すという話は世界中の伝説に残っているその多くは高貴な身分の人の子を妊娠した女がそのためにうつろ舟で追放され流れ着いた地で生まれた子供と共に新しい国を作るという話である。 イン小説の伝える「うつろ舟の万女」はそのような古い伝説とロシア船がしばしば日本沿岸を脅かしていた時代とが結びついて生まれたのだろう当時の人が写したものとして王女と船の図が掲載されている「ロシアかイギリスまたはアメリカではないか」と書かれている 朗読劇場「友達座」では海野博士先生の特別の許可を得て「小粋な江戸の物語」シリーズを朗読でお届けしています。どうぞチャンネルに登録して他の作品もお楽しみください。